ちょっと近づいてみます。はい。人気者ですね、本当ね。ですね。動くんですね。昔のやつですね、これ。連結器が。はいですね。うわ、でも中どねなったんやろ、ちょっと見てみたいですね。ね。高いや。だったらしいですよ。そこから昭和38年。そこから屋根ができてみたいなね。あ、プラザホテルがしてるんだ。そうなんですよ。100系。あ、ほんまっすね、これ。2階建てですね。あ、でもここ定番ですもんね、これ。そうです、ね。この。レルですか。行きますか、ちょっとあそこ、あそこあります。はい、うん、あ、本当だね。え、こんな噴水があったんですか？らしいです。今なんかね、普通にもう駐車場になってますけど、相当砂利だったんですね。ですね。まあバスもなんか懐かしいな。あ、本当じゃ。あれ、この建物？ですね。まあちょっと改装とかしたんじゃないですかね。ああ、こっちか。あ、92年改装してる。ああ、はいはいはい、はい、まあ、ほぼ原型を残したような残した状態で。じゃあ床を上げたいことこれ。いや、でも若干ちょっと幅が違うかもしれないです。あ、どうですかね。あ、どうなんでしょうね。なんか2階、あ、でもほぼ一緒っすよね。ですね。映し取る角度が違うのか。うん、でしょう、多分。それ確かにここの窓が出窓になったもんね。そうですね。でここは全部埋め立てで開いたもんね。ちょっとなんか N ゲージがあるらしいんで、はいはいはい、ちょっとそれを見ながらちょっと行きますかね。はい、こんななんかレトロなものがある。あ、そうなんです。今日ここに行こうかなと思います。ああ、なるほど、はい。ここが普通の席なんですけど、これちょっと超えたところにこの席があるらしくて、ちょっと行きます。行きましょう。29です。お、本当だ。どうですか。これはちょっと早っ。すごい再現してる。うわ、かっこいい。新幹線入ってきます。これはかっこいいですね。ちょっと岡山駅の方行ってみましょう。なんか駅員さんです。新幹線が入ってきます。無乗車の方はお気をつけください。はい、ストップ。オーバー、通過していきました。すごいですね、これ。昔こういうのありましたね。あります、あります。これね、あります、ありました、はい。おー、のぞみが、新幹線が。これはこれあれですかね、長崎ですかね。
長崎グラバー亭みたいな感じですか。ああ、そう言われたらそうかもしれないですね。いい、これ聞いていいです、ええ、ああ、いや、いいよ。この車どうやって来たのかな、ここを通ってますね。あ、なるほど。これ、うわ、そうですね、買わせないですね。でしょうね。ちょっと問題が。ドライブインとしてのイメージは、まあ、まあね、認知度というか、はい、認知度はあると思うんですけど、まあ、この中に。こんなんなってたら知らない。ですね。お風呂コーナーに温泉ののれん、うん、おあ温泉のりのれんくぐって左みたいなの出ました。あ、なんか扉ありますね。温泉があるのか、ここリラックスマッサージ。椅子がいいですね、これ年季が入って。すごくないですか。うわ、めっちゃ景色いいっすよ。はい。お城みたいですね。ほんまですね。あ、これいいわ。何これ、ここいいですよね。これまともに見えるよ、新幹線。いい撮影スポットっすよね。これはいいですね。はい、もう一回じゃあ、よし。ね、音が全然違う。音の通りが近いですもん ね, ね。どうですか、再改めまして。いや、ちょっとね、これ来させてもらって、いや、良かったです、本当。うちの実家も新幹線見えるんですけど、こんなに目の前で、走ってるいうのはなかなか見えないんで、まあ、岡山駅行ったらね、なんぼでも見えますけど、例えば時速がね、バーッと出てるところの新幹線をこの目の前でこうやって見るのは、そう、めったに見えることもないですね。確かに。これの、まあ、改装というか、立て直しですかね、そうですね、あるんで、はい、まあ、それまでの景色なのかな、どうなのかな、今後のドライブの。ちょっとね、やっぱりこれ、こういうのは残してほしいですよね。ねえ。はい、引き続きまたよろしくお願いします。はい、もう新幹線ファンの人はね、ぜひここに、5月までですよね。そう、5月の6かな、どうだったかな、それまでに来たらこうやって見れますんで、ぜひぜひ来てね、見てみてください。はい、ありがとうございます。迫力ありますよ、本当に、ね、ちょっと新幹線来てほしかったですけど、タイミング的に今ザーって、そうないそうないですね。まあ、ガーって言って、言ってたら来ましたよ。あ、面白い、来ましたね。いや、本当ね、もうちょっと早かった、面白かったですね。あ、これはのぞみだね、うん、おー、かっこいい、かっこいい。安全運転で。以上です。はい、ありがとうございます。